おー、マジやったね、シェリフ。嬉しい。めっちゃいるじゃん、人。めっちゃ人いるじゃん。落ちなかった。なかったってことにしよう。データダウンロード。いや、やっぱシェルフタスクできないよな。まあ別にいいんだけど。コミュサボ？え？え？なんかめっちゃ人いなかった今。デアリンさん。え？なんで逆走してんだ？どういうこと？どういうこと？赤、青、緑、緑。あ、なんか脇一ミスっちった。ロミジュリ。ロミジュリ、ロミジュリ。中二、中一、中、九、八、七。扉開けるの下手すぎますね。ゴミさん、銀山、チュニャさん、お、直したのは誰ですか？ハルダマダマ。え？え？お待ちください。はい。はい。はい、内部です。内部じゃねえや。はい。ごめんなさい、申し訳ない。はい。多分犯人見ました。お。多分めちゃくちゃ怪しいんだろうな。なんか学生帽みたいなかぶってる。ですよね。目に優しいそうな色ですね。そうですね、直近チュニスさんに会ったんですごく怪しいと思うんですけど、私は白なんですてかどこですか？どこでどうなってるんですか？展望の右側、石橋の奥ですね。バイタル見て黄色死んでたんで、はい、急いでエレキから左に走ってるんです。その時にそば子さんとすれ違ってて、でちょっとテープタスクの下ぐらいでトッキさんと出会ってるんですよ。でんと思って下に行ったら黄色死んでたって感じですね。なので、うん、私ピンク目線は緑を押したいです。そば子さんは入らないですか？いや多分それはないと思うんですけどね。女の戦いをちょっと見守ろうかな。あずき目線、そば子さん弾きます。言うのが貨物あたりで一緒にコミュニケーションなり、バイタル前で一緒でそのエレクに行きおるときに、込み開けた瞬間、僕小豆色なんですけど、バイタル見てて死んでおり、ゆえにコミュニケーション直した人とかもおそらく無理で、産経さんが宿舎前から降りてきてたから、俺は紫とバラの色 100% ない。ああ、はいはい、今の話だと、はい、僕と人玉さんは無理かなと思います。コミュサボを直してるんがこの2人なので、ピンクさんですかね。そうですね。はい、じゃあ黄緑デアリンからも、私ともちおさんはミーティングにいます、2人で。なるほど。なので厳しい、私目線は厳しいと思います。直ったぐらいで水色コミュサボ前に来たんですけど、ダマダマさんから弾きません？あ、それ
時も見てます。でそれを見てキッチン石油エレキの方に行ってます。ちなみにジオルクさんが先にあのアドミンじゃないバイタル見てくれてたと思うんですけど、死ぬ瞬間って見られてますか？いや、コミュニケーション中に死んでます。あ、シロのなごみからなんですけど、アーカイブに銀山さんと一緒にほぼ一緒にいたので、そこも2人は切る無理かと。あ、はい、さっきの話でトキさんがの死人はあるんですか？なんか見られたと思いますみたいなことを。コミサボ中に、ハルさんにキッチンの扉あたりで見てもらってるとは思うんですけど、覚えてますか？ごめんなさい。一応トキさんが今第一候補なんで多分交換第一シーンが黒石入っちゃうんですけど、私がセキュリティのテープタスクやってからキッチン側に向かってるんですよね。でその時に誰かが下側に入ったのはなんかうっすら見えてて、誰かが入ったか分かんないんですけど、それがトキさんは通りすがりってことでいいんですか？展望デッキでタスクをして、でコミサボ鳴ってキッチンのところ行って、でああ、ちょっとこれはボタン押します。ちょっともう一回ボタン押してほしいな。ボタン。赤さんのあれって聞きましたっけ？そう、喋るタイミングなかったんでボタン押します。もう一回聞きましょう。お願いします。すいませんね。私ミュート入るの遅いな。ね。僕も遅いですよ。気をつけよう。あ、いけねえ。いけねえ、こっちからか。停電なっとる。お待ちください。内部です。はい、内部です。はい。赤は喋れてなかったんで。はい、お願いします。赤のジャルです。はい、アーカイブシャワー、メインエンジンみたいな取り方をしているんですけれども、その、青の銀山、白なごみさんを置いてきながら、私が、アーカイブシャワーって下ってって、メインを通るぐらいでコミサボが治りました。で、コミサボ直した人を見たくて、そのまま左に走ってって、ハルさんとヨウさんだったかなとすれ違って、で、ついていこうかなと思ったら、サンケイさんがまるでエンジンベントが出てきたように見えてきたんで、怖ってなって、左の方すれ、進んで、最終武器庫あたりで終了です。白い。はい。じゃあさっきので言うと、トキさんをは通過したってことですかね、死体の脇を、チュニアさん的には。いや、私、その、展望、右展望から出てきたように見えたんですよね。もしくは、もう限りなく下の道を通って、エレキの方に向かってるみたいな。なるほど、なるほど。私の経路ですけど、展望デッキでタスクをして、でコミサボ鳴ったんで、キッチンの方に向かってたんですけど、まあ、ハルさんとかが、向かっていったのを見て治ったのでキッチン戻って、石油エレキの方にまっすぐ、あの展望の方には行かずにまっすぐ通ってます。でその時に多分石油かエレキの間でチュンさんに会ったんで、また、ちょっと怪しいの、私はチネさんがセルフかなと直近で自分に。もう一人あれですよね、でもバイタル情報2人ジオルクさんと多分見てるんで、ジオルクさんから弾ければチュニアさんが、いや、わからないです。16番ですれ違ってるんですよ。入れ違いになってるんです。で、私が死んでるのを見て、このそば子さんと私がすれ違ってるんですよ。で、エレキでそば子さんと、一応アスタリスクでタスクで被ってるんで、そば子さんも弾けるし、ジオルクさんも弾けるんですよね。私からすれば。ありがとうございます。さっき言ったジャルさんの 3K さん怪しいって言ったのもあるんですけど、多分そこキッチンから飛んでるんであれば、多分見られてる時さんとか。でも俺上から降りてきたのジオルクさんで見られてるんだけど、うん、ああそうか、じゃあ大丈夫。そうそうそう、じゃあそれは死んで見たのはハルさんしか自分はいないですね。ハルさん、チヌさんの順でしか見てないんで、後ろに誰かいたような感じはあるんですけど、名前がうっすら見えただけで誰かは死にしてないんですよ。これがウェルさんの可能性があるって感じですかね。いや、武器庫ってな、あ、武器
これ特殊だと思いますよ。そうやね、はい、これ下下がったのはウェルさんだと思いますけど、カルさんトキさんでやった方がいいの？え？トキさん、それそうですね、パンズリでもいや、ローラーがいいです。ローラーするんだったらでもその2人ですけど、まあ どっちでもって感じ、他の人の意見次第です。青ですけど、ちょっといいですか？はい、どうぞ。チュニャさんが死んだのを確認し、バイタルで確認して、エレキを通って、トキさんが展望のあたりから出てきたってことは、多分トキさんやってないと思ってて。もう死んでるんですよ。私の時は死んでるんです。うん、そう、だからそれ。バイタルエレキセキュリティまで行けるタイミングにずっとそこトキさんとどまってたってことですよね。あ、いや一回キッチンあのコミュニケーション直しに行こうとしたって今言ってませんでした。あ、そうです、うん、左の展望デッキにはいましたけど、トキさんなんで、あのトキさんがやってたとすると殺したところに戻ってきたってことですよね。あ、違います、殺してあの出てるんですよ、うん、多分。いや、どう、まあいいや、なんか水色の方が濃い気がするけどね。うん、下手くそすぎんだけど入れねえわ。はあ、どうしよっかな。とりあえず停電即直ししよう。俺タスクねえし。トキさん、お待ちくださいね。なんで、なんでですか？まだ溶けてないから。はい、すいませんじゃあ。はい、内場です。内場です。内場です。溶けるの遅くて。いやいや、しょうがないです。押したんでちょっと喋ってもいいです？はい、どうぞ。はい、どうぞ。ちょっと隠しの視点で話すんですけど、トキさんは右の展望にいて、左に向かって、でもう一回右に戻ったんですよね。あ、いや、左の展望デッキでタスクをして、コミサボなったんで、キッチン武器庫。で、その時に右に、で、キッチン武器庫から、下通って、右の展望に向かったんですよね。右の、いや、右の、キッチン、石油、エレキですね。右の展望には入ってないです。うん、で、その時に、途中にハルさんとすれ違ったんですね。はい。ですよね。石油かエレキ間に。ジャイさんはエレキ通って、その時そば子さんと会った。で、そば子さんは白だと思うと。もうそう、どちらか追っかけてきてる感じなので。あ、で、そうすると、トキさんはから、トキさん視点はそば子さんとハルさんなんですよ。あ、そう。だよね。そうなんです。そば子さん、チュニスさん、私目線だと武器庫ぐらいでしか人と会った記憶がないので。いや、でもほら、時系列はちょっと分かんないけど、経路的に言うとですよ。トキさんが右に向かうときに。私がセキュリティーの間って多分、キルクは開けてないと思います。で、ジュニアさんは、切って、死んでるのを確認して、エレキ通って下に行った。その時にトキさんがいた。ってことは、まあ5秒から8秒ぐらい、殺してからその場にいたってことになるっていうのは、さっき誰かが言ってたんですよね。あ、はい、青の銀座の。多分そうなんじゃないか。それはちょっと怪しいと思うんですよ。うんうんうん、そうすると、トキさんがそこを通り過ぎた、で、まあ、そば子さんか、ハルさんか、もしくはエレキから上に抜けてる人間がいるんですけど、その時、メインホールに誰か一人いたはずなんで、うん、まあ、その人間か、ああ、白で殴り合ってる可能性があるってことですか。そうです、うん、だから、トキさんの視点が分かってなさすぎて、うれうれなんですよね。うん、怪しくもならそば子さんとハルさんなのに。あと、水色、最終、私、あれですよ、エンジンのダウンロード終わってますよ。だから時間的にきつい気がするんですけど、ちょっとごめんなさい、すれ違った時があんま分かってないんだけど、ただそこにそこを通った人間がそんだけしかいないかなって思うんですよね。あ、ベイトのジオルク喋りますよ。ジオルクさんでどん、はい、ベイトです。たまたまさん、たまたまさんじゃない。ベイトのジオルクがそば子さんを無理、紫を無理って言ってて、僕目線水色緑セルフのローズで、またはまあ赤さんがウルトラキルしてない限り、まあ薄いと思ってるけどね。で、俺も、俺目線、そう、誰かが言ったけど、青さんが言ったけど、俺もなんか緑さんだったらかなり奇妙な行動してると思ってるから、なんか緑さんじゃないんかなって逆に俺は思ってるよ。まあでも容疑者だけどね。うん。だからそのローズさんが右から来てるのを、米中右にいたのを誰かが証明してくれるならローズも弾けるけど、弾けないのならば、まあローズも一応
そば子さんって、そば子さんってエレキから右に向かうとき誰か上に行ってるみたいなシーンないんですか？エレキ上のメインホールに向かってってるような死人とか。いや、チュニャさんと、多分バイ、チュニャさんとエレキのアスタリスク一緒になって、バイタルもほぼを同時に見ていて、左側に走っていくチュニャさんを見たから、私は貨物の方から死体探しに行った。だから、ね、うん、うん、私がやれる場合、コミサボが終わった瞬間に武器庫の上側にいたんで、やれるとしたらキッチンぐらいでしかやれないはずですけど、ね、うん、時間的に。今でも容疑者ですけどね。ハルさんはちょっと正直難しいんじゃねえかなって思うけどね。あー、ぐるっと行く感じね。はいはいはい。トキさん、ガチャガチャタスク。おもちさん。ジオルクさん。タスク終わりました。いいですね。あと一歩で終わります。はい、はい、タスク順調です。あと半分です。はい。うん。うん。なんか詰め切るのは難しい気がするな。うん、怪しい一の整理だけで。そうですね。あの、ベート太鼓。ベート太鼓。ベート太鼓なんで。ベート太鼓。ベート太鼓。ベート太鼓。ローラーします。ローラーします。ローラーします。ベート太鼓なんで、誰か殺せ。ローラーします。いや、僕ずっと誰か殺してくれって言ってるんで。殺してあげてください。殺してあげて。僕の偽物がバレるんで、殺してあげてください。釣れますよ。これで釣られたら俺ショックだな。ダマダマさん死んでレポートで俺釣られたらマジでダマダマさん嫌いになるわ。まあいいけど。まあ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 タスクいきますかね。はい、行きましょう。はい、入ってんだよな。はい、されてる。メイヤー生きてそうだな、まだ。さてカンカン、いや、どうしようかな。コミュサボ。いきますか。直しますよ、直しますよ。え？ああ、そういうあれね。そば子さん。安心だよ。おお、うん。あ、マジか。オッケー、オッケー、オッケー。いやー、おっちゃんね、謝ったばっかりなのに、さっき。左で死人ないですね。ないですね。うん。左、銀山、ジャル、ハルさん、デアリンさん、あともう一人ぐらいいたような気がするな。最後、そば子さんも。会合に入ってきましたね。うん。うん。うん、で、コミサボ、私が直しました。ミーティングオークもいなかったし、そば子さん、そう、なごみさんと二人でいたと思います、ミーティングは。はい。で、ミーティングのはしごあたりで、そば子さんが上、ミーティングから多分下に来てるの。あ、そう。ですよね。で、三人はそこにいます。そうですね。初手がそば子さん宿舎明けだったから。うん、はい。ジオルクさん、はい、あれと、トキ、はい、さんと私って脇同じ場所でしたっけ？俺どこで湧いたっけ？エンジンとか宿舎とかその辺でした。なんかその辺だけ。その辺ですよね。それでジオルクさんとトキさんが右の方に走っていくのは見え
った気がします。で、あ、俺は、そうか、あ、俺容疑者なんだ、はい、ああ、すいませんね、ベイトだけ俺関係ねえやって思ってた。あ、俺容疑者なんだ、あ、そうですか。あ、一緒にいたなっていう。いた、他の人の、あと三軒右脇なんです。で、湧いて最後金庫あったので金庫やってバイタルの方行った時に、ヨウさんがいて、そのままエレキに一緒に入ってって、で、メイン上がったとこで、俺がメイン上がったとこで終わりですね。あ、で、僕がキッチン脇で、石油エレキで、何？順番にやるやつやって、終わってバイタル行って、で、すれ違った感じですね。そうですね。で、そのまま貨物の方行きましたね。じゃあ2人は見てないってことですかね。見てないですね。見てないですね。これ、あとはレア、え、いや、なんかレア系を追いたくなってきた。チュニャさん、ベイト切ってジオルクさんと組んでたりしません？これ。いや、それもあるなと思ったんですけど。そうそう、それワンチャンあると思ってるんですよ。すぎるから言わなかったですよ。なんで、俺、チロだったらマジでみんな回線落ちさせるからね。ちょっとね、情報が出ないのがなんかちょっと引っかかったんですけど。うん、だとしたら、俺が出るより、チュニャさんが出た方がよくないですか？あ、じゃなくて、トキさんの情報、あれ、最初右行ったよとかなんか出てきたら、わからなかったんですけど、今、なごみさんから出ましたっけ？そうです、エンジン脇で、トキさん右の方に行ったので、右行って死んでるのかなと。その情報がジオルクさんから出ないのがなんか、あ、もうなんかどうせ勝てるなと思ってメインの除染しました。すいません。どうせ死なねえだろうと思ってて、急に容疑者だったんでウェイって思ってます。まあ、まあ僕目線ジオルクさんの役職は透けてるので別にいいです。もう早さっさともう撤回して、あの、撤回して撤回して、あ、ピンクタスク終わりましたよ。おめでとうございます。まあまあ、僕、落ちてるのないでしょ、ベイトで。落ちてたら、チュニャさんがベイト使用した方がよくないですか？じゃあ、ベイトです。切った側が言うと、クソ、そくそくなるんで。わざわざ僕が出てきて、ほぼ生き残ってる状態で、喧嘩吹っかけますかね。まあまあ、別に容疑者でいいんですけど。なんでだよ、本当に。助け終わったんだから。僕はジャルさんがやったと思ってますよ、ジャルさん。今は。おいや、トキさんすれ違ったっけ？忘れちったわ。あ、もうめっちゃ忘れてた。ごめんごめん。16、15、14。13、12、11、10、9、8、7、6、5、4、3、はい、さあ、ふいふい、ちょっと待って、お待ちください。よかった、死んでくれた。よし、これボタンですからね。ちょっと待ってください。は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 い。たまたまさんはベイトではなかったということが確定ですね。よし。はい、よし。関係さんとチュニャさん、シロです。あ、そうですね。ずっとアドミン見てました。で、私もアドミンで遊んでました。黄緑目線は、銀山さん、ジオルクさん、ジャルさんが無理。はい。はい、ミーティングのはしごで遊んでました。はい。タスクが終わったんで、ずっと宿舎前に立ってました。動かないから落ちたのかと思った。ミーティングルームに宿舎2ですよね、直前、最後。最後はミーティングに、ジャルさんと、ジオルクさん。ジオルク、はい。で、宿舎前が私と銀山さん。はい。そうしたら、展望2からキッチン2に移った人誰ですか？最後、直前。さきともちよさんです。ですね。はい。そしたら、その前、電気から診察室に行った人誰ですか？ヒロです。じゃあ、診察室に誰がいました？何色さん？ピンク？あ、合いましたね。だから、貨物から、診察に行ってます。その、あ、行ってます。じゃあラウンジ1がず
ラウン、そのまでラウンジにいませんでした。あ、ラウンジから、あの、アーカイブから通ってますね。いや、それは嘘ですね。え？アーカイブラウンジ貨物ですね。ラウンジはついてなくて、ラウンジ1、新貨物1、電気1、コックピット2、キッチン2、ミーティング3、宿舎1の状態から米サボが鳴ってて、で、その間、停電ですね。停電ですよ。停電なんで。で、その後、アーカイブはついてないんですよね。私が見落としました。いや、その後っていうか、停電中はもう、あれですよ、貨物の停電直そうとしてますよ。すると貨物1が誰だ、ね、じゃあ、うん。え？あ、じゃあ、ラウンジ2の時には貨物は誰もいないんですよね。ラウンジ2がわからないですけど、自分はアーカイブからラウンジ貨物で最終、下の扉開けようとした時に停電が来て、上の停電直しに行こうとして、あ、直して、で、下の扉開けて、バイタルのところですれ違った感じですね。あ、じゃあ、ごめんなさい、言い方悪いですよ。そしたら、私が言い方悪かったです。ラウンジはなぜずっと1です。ラウンジ下位だったら、うん、出てこなければ下位かな。ハルさんとサンケイさんの今最終位置っていうか経路が出てないですけど。あ、サンケイ、あの、いや、だから、あれ、アドミン見てください、アドミン見てください。チニアさんとサンケイさんがアドミン見てて、うん、私がアドミンとセキュリティの通路を行ったり来たりして、アドミンを。そこじゃ3人は OK なんです。うん、バグらせて。ちなみにアドミンは2人ともずっと見てたんですか？うん。見てます、ね。俺はね、何回か離れで、なんか3年になったら2になったりしたもんで。あ、そう、3人、3人、3人ってめっちゃ素敵だった。あと、あの、展望が ずっと2だったのに、停電直らなかったもんで、死んでるのかなと思って、で、探し行こうかなと思った時に。そうですね。どっちか死んでるなと思ったら一緒に。りょうさんは、銀行じゃねえや。貨物で電気直したんですよね。直そうとして、あの、開いて、あ、全部ついて戻したって感じですよ。でもそっか新シャツに行ってる感じですよね。あ、そうですね。なんで経路的に合ってるんですけどね。まあ、どちらにせよ右側が、うん、あのピンクか白さんしかいないんじゃない。まあ、釣れるんだ、うん。マジこれで釣られるのやばすぎる。確かにな。はいよー。隠しろ位置どこだろうな。19。あー、そういう感じ。水表。こんなん人外無理でしょ。私目線の話でいいですか？デアリーさん。はい、どうぞ。私も多分デアリさんだったような気がします。ドサキルですね。はい、デアリンさんだと思いますけど。なん、え、私は、あの、なんならローラーでもいいです、ね、あの、米サボにクソほど人が集まってて。あの、コックピット行った側組じゃない組ですよね、今。しかも、コミサボ直してるの私一人ですよ。みんな見守ってるじゃん。それでなんで私が切らなきゃいけないんですか？おかしくないですか？コミサボ終わってちょっとですよね。外出てですよね。うん、外のコミサボ。それでコックピットに向かってるところ。そう、いや、そうですよ。コミの通路ですよ、死体は。コミの通路？うん。私が切って、なぜ、ありますか、そんな。コミサボ直して一人切ってって。俺が切って。いや、だけピンク目線誰が殺したかわかんないですけど、ダンスタスクしたらみんなが散ってって、目の前に死体が転がりました。そう。私もちょっとみんないっぱいいるから踊ってたら、なんか、うん。まあ、もう対抗でいいですよ。デアリンさんと私。え、対抗ってか、私のことは誰かわかんないんですけど。いや、え、でもデアリンさんは、デアリンさん目線、あの、先にコックピット入った人って。うん、入ってる。あれ、もう一人誰か前にいたけど、うん、だって6人ぐらいいましたよね、あそこ。いや、うん、で、だけど、切ってるところは重なってるので。うん。切ってるところが重なってる？
デアリンさんにしか見えない。いえー、っと待って、でも、じゃあ、どっちにしろ、2人、デアリンさんって出てるんで、私とデアリンさんをもう普通にローラしてもらえれば、1話釣れる。あ、まあまあ、それでもいいですよ。それでもいいですけど、他あれいないんですか？思いますよ。ね、俺、デアリンさんから落としたくないな。フェイクです。だって俺、ピンクさんで俺そんな、別にアドミンギストとか悪くないと思ってたよ。ローズさんだって、ソテキルレポあるし。そう、一応それはそうですね。俺、別にローズさんで落ちて、ピンクで落ちてるって思ってないから、俺、サンローで追ってますよ、ちなみに。うん、で、ソテキル容疑者だから、別に水色さんからでもいいんじゃないって俺は思ってるけどね。うん、でも2人出てますよ、デアリンさんって。水色さんとローズさん容疑者なんで、初手の、うんうん。いやいや、ローズは言ってないでしょ、今回。一応この件、ちょっと待ってください、待ってください。ジャルさんどうぞ。あ、ごめんなさい、この件、ジオルクさんが無理です、ジャルも無理です、コックピット奥、はい、まで入ってますね、終わった後。うん、あ、紫もいました。あ、紫もいたのか。うん、はい。どっちにしろローラーは完成してください。別に私でもいいですけど。ジャル、シェリフです。誰か切りますか？切り、じゃあ、ハルさん切って。ハルさん釣って、デアリンさん切りますか？いや、逆がいいな。逆がいいな、それ。逆でもいいですけど、別に。ただ、そこ2人しかいないんであればいいですけど、本当に、私の店はまだでもコックピットの中に入ってるんですよ。核です。だから、だって、もう手前ですもん、コックピットの。意味がわからん。意味がわからん。じゃあ、ここで投票は、まあ、みんなに合わせて、私とハルさん以外で合わせてもらっていいんじゃないですか、ね。ああ、うん、まあ、そうだ。ハルさん、デアリンさんが対抗ですよね。対抗っていうか、私の人わかんないんですけど。ハルさんに投票します。水色に投票します。わからん。じゃあ、小豆水色に投票します。私も水色に投票して、デアリンさんを探すか。はい、わかります。おお、無数だ。でもローラーはしましょう。うん。人参さん、シェルフだ。あざす、シェルフです。シェルフなんで開けたくないです。どうしようかな。開けたくないな。開けたくないな。ありがとうございます。なるほど。はい。私エンジンでずっといたんですけど、来ないしと思って。そうなんだ。今、コミサボになったから、コミサボには向かいましたよ、一応。私も向かいました。あ、そう、最後来たの見ました。はい、感染者がいなくなっちゃったんで、私もコミサボ前まで来ました。なんか、みんないっぱい来てくれたんですけど、ジャルさんが来ないと思って。あれはと思って。ごめんなさい、コミサボ待機してたんですけど、直せなくてすいません。まあ、どっちでもいいし、私落としてもらってもいいし、ジャルさんが来てもいいし、まあ、そこは村目線にお任せします。私、何も言うことない。さっきのは全然、わからないとしか言いようがないんで。うん、ちなみにタスクは皆さんどうでしょう、ね、あ、もう終わってますよ。終わってますです。終わってない人がなごみさんです。イエス。頑張れ。頑張ります。村目線で私とヨウ、あ、私とヨウさんじゃ、私と、誰だっけ、ハルさん落とすと、一郎どっちか落ちてる感じですか？じゃない、だってハルさんが、エアリーさんって言ってるから。しょっぱなの、あれで、ハルさんと銀山の両名がいきなりデアリンさんって言ってた。あ、うん、多分。で、チュニャスさんもそこに確かいたかな。ただ、チュニャさん、あれチュニャさんじゃなかった。何人いたかわかんない、いっぱいだよ。うん、今ですか？今今じゃなくて、私が最後に来て、私逆にデアリンさん抜けてる。だよね、だよね。と思ってるんですよ。抜けてはいるんですけど、多分通報までにワンクッションあったかなぐらいの感じに私は見ていて、そうですね、私も目の前で弾けたんで一瞬固まっちゃってボタン負けしてるんですけど、うん、
だから、なんかもう、ハンさんだったら自分で言うか、なんか、デアリンさんになすりつけるんだったら、私になすりつけるかなと思うんですよ。ピンク目線は。うんうん、最後に私がそこでダンスしてて、後から来てるから、そうね、で、ちょっと思っちゃってるんで、あんまり強く言えないですね。なんで、票は合わせます。了解です。まあ、そこは合わせますが、あとは、私落としたとし、初手キル、2キル目、誰になるって、ヨウさんも多分、ワンチャン落ちてればいい。一応、ヨウさんで1落ちてると思うんだよな。いや、うん。落ちてると思うんですよね、まあ、落ちてたらいいんだけどね。そう、落ちてたらいいんだけど、落ちてない場合、まあそうですね、私とハルさんでマシ、1度落ちてないと2度、もしくは最悪3度残る可能性もゼロじゃないよ、ね。まあ、一応そう、だからでも、デアリンさんまで釣り切れば、もし、今が 2路盤面だったらだし、3路盤面でも2路になるから、ギリなんとかなりますよね。うんうん、あ、そうか、私まで落とせばね。そうそうそう、もし 3路をケアするなら、デアリンさんまで落とさないと、多分成立しない。そうだね。あ、そうだね。それはそう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 。赤さん、シェリフ、あずきさんがベイトってことですよね。まあ、はい、赤さんのシェリフはそこまであれ信用しないけど。あ、まあ、怪しいと思ってもらって全然大丈夫です。いや、特に大丈夫。あ、まあ、大丈夫です。ね、はい。まあ、いいっす、いいっす。なんで、あれば私を釣って、あとは、なごみさんとにかくタスク頑張ってもらって、うん。で、あと、周りで警戒してって感じ。サボが無視でいいんで。うんうんうん、サボやるから頑張ってね。あ、うん、ありがとうございます。じゃあ、セリンさんに。私は一応スキップに入れます。はい。はい。ね、ああ、まだメイヤーいるんだ。9だからそう、メイヤーいるんだ。なの俺。さて、私、多分これ、切られる場面なんだよね。人がいそうなのはエレキか。エレキのガシャガシャタスクがいるだろう。あ、ニンジンさん、あのニンジン、あ、お疲れ様です、ニンジンさん。うわぁ、こっちルート来ちゃった。うわぁ、ひどい。ひどいひどい。カメラ見てよ。ん？今 3K3 か？ 3K3 だな。 3K3 扉開けた。宿舎前上がってくるか。ミーティングか。待ってくかな。銀山。え、 3K3 どこ行った？はいはいはい。2回目のリアクター絞れるかな。あずき紫は無理。はい。です。青と白も無理だと思います。ミーティングに、銀山さんミーティング奥から出てくるのが、うん、はい、見えてるので時間的に無理かと。はい。JAL カメラでミーティングに銀山が歩いてるのを見ました。カメラ気づいてるの見てますか、青さん。ごめんなさい、見逃してます。はい、Oh my gosh。サンケイさんが金庫室中側から扉開けてましたね。うん、開けましたね。開けます。チェナさんはコミュニケーションあたりにいるんだよね。いましたね。私以外みんなミーティングってこと、私とサンケイさん以外みんなミーティングですかね。サンケイ最後左のリアクター直してます。見てます。はい。リアクター2個目鳴った瞬間に、そのちょっと後にバイタル見たらもう死んでました、ジュニアさん。うん、なので間に死んでますね、サボの。
なごみさん、あと助け何個？3個？オーマイガー、最高だぜ。なごみさん、ミーティング奥の入力終わりましたよね。終わりました。で、1個減ってると思うんですけど、10分の7。じゃあさっきが10分の6だ。さっき残り4だって言ったっすね。そうですね、まあ、まあまあまあ、しているのを見ただけなんで別に白じゃない、うん、まあ、金庫とかで切ってれば全然、バナナか、まあ、サンケイさん、メイヤーとか言ってくれね。あ、激アツですね、それ。メイヤー使用してくれたらすげえ助かる。いやー、白がメイヤーです。じゃないっすよ。あー、終わった。終わった。メイヤーじゃないよ。いや、赤目線は、ミーティングにそんな固まってるなら、サンケイさんしかないんだよな。まあ、赤かローズバナナの2択でしょ。あ、そうそう、多分そこですよね。二択ですよね。いや、ピンクで落ちててくんねえかな。三K さんがかわいやってたような気がするので、三K さん。いや、かわいやってたってか、普通に合ってる、合ってるもんで。あれ、そっか。アドミンいたときに。そうっす。アドミンいたときって。結構最初の話で。え、誰とですか？え、誰とかばい合ってた？あれ、トキさんが疑われてる時でしたっけ？いや、それジオルクさんが俺が上から降りてくてんのを見てるって言ってたから、でその後は、そう、俺コックピットに、その後もコックピットで、私はそのサンケイさんがベッドから出てきたように見えた時から疑っちゃってんだよな。いや、そしてジオルクさん、ロックだとあれだな。発言どうなんですか？アップね。まあ、ね。ナイススキップ。さてさて、もうサンケイさん切っちゃっていいんじゃない？キルル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 、ご苦労、開けてくれてご苦労。はい。ナイスファイトでーす。ナイスファイトでーす。本物でした。はい。ジャルでーす。サンケイさん、やりました。早く来てくれないかな。シェリーフで切ったんですか？はい、そうです。おー、ナイスでーす。アドミンで。あー、ナイスキー。よかった、よかった。